それではディープランニングビズホス OG と題しまして、株式会社ノーザンシステムサービスの中原が発表させていただきます。よろしくお願いいたします。まず自己紹介です。中村由紀と申しまして、岩手にあるノーザンシステムサービスという会社で現在入社4年目です。私は、地図やドローンを使ったりした可視化の研究開発を行っております。ディープランニングに関しては私自身勉強し始めたばっかりで至らない点が多々あるかと思います。もし間違っているところとかありましたら、後で突っ込んでいただければと思います。あと話す内容がちょっと多いので、ところどころ端折ってお話ししたいと思います。よろしくお願いします。さて今回のテーマです。今回は、アーカイブ、これまでを振り返り、そしてこれからに伝えていくというテーマで発表したいと思います。そして掃除ですので、 GIS とディープラーニングを組み合わせて過去と未来をどうつなげていくかということについて、いくつか事例を交えながら、お話ししたいと思います。まず弊社でのディープラーニングと GIS を組み合わせた開発事例です。弊社では古地図の地動分類というものを行っておりまして、何かと言いますと、古地図の地図記号から、識別をして、その土地利用の領域ごとに色分けをして分類するというニューラルネットワークの生成を行っております。その色分けした古地図と現在の地図を重ねることで、液状化のリスクがあるとか、そういった地域が分かるかもしれないということから始まりました。こちらは農研機構の郷愛氏の参考により一緒に仕事させていただいております。さて、その古地図の自動分類なんですが、こちらは畳み込みニューラルネットワークで実装しておりまして、 Google の機械学習のライブラリーであるテンソルフローを使用しております。こちらの元となったものがあるんですけれども、ハイパースペクトルの航空写真から土地を分類するというプログラムがありまして、そちらを応用して作成しております。当初の予想なんですが、水田とか市街地とか、そういった特徴が分かりやすいところは精度がいいんじゃないかなと思いまして、一方畑とか空き地とか、そういった空白がある部分は難しいんじゃないかなというふうに予想しておりました。とりあえずお試しでやってみたところ、こんな感じになりました。結果としてはほぼ予想通りなんじゃないかなということで、空白部分が多くて地図記号が均一でない針葉樹林というところも精度が悪かったです。そして、精度を上げるのも簡単なんじゃないかなと思っていろいろと実装を進めていたんですが、なかなかこれが精度が上がりませんでした。そしていろいろと試行錯誤をしていた中で、学習方法を変更することにしました。当初は広域の特徴を捉えるために全てのタイルをつなげて、1枚の地図で学習を行っていたんですが、1枚の大きな画像でやるよりも小さな画像を複数学習を繰り返してやっておく方がいいんじゃないかなと思いまして、そのタイル単位で学習を繰り返してモデルを成長させていくという方法に変更してみました。すると精度が上がることができました。さらに畳み込みニューラルネットワークの構成の変更もやってみました。何をやったかというと、ニューロンの数を増やしたり、あとレイヤーの数を増やしたり、あとパッチサイズを大きくしたりとか、そういったことで精度をより上げることができました。現在はこんな感じです。画像の通り7から8割くらいの精度を出すことができております。畳み込みニューラルネットワークの構成はこのようになっております。先ほどテンソルフローを使用したと言ったんですけれども、それを使用しての感想です。環境設定がちょっと面倒くさかったとかいろいろあるんですけれども、こんな感じになっております。さて、ディープラーニングと GIS を組み合わせることによって、人手でやっていた労力のかかる作業というのを、自動化できるということが分かりました。他に応用事例はないのだろうかと思っていろいろ調べてみました。するとこんな記事を見つけました。太陽フレアを従前に予知する宇宙天気予報というものです。こちらは LSTM を用いて太陽フレアの発生を数日くらい前に予想するというものです。この LSTM は何かと言いますと、ロングショートタームメモリーと言いまして、時系列でも学習によく用いられております。これを予測することによって、飛行機の遅延が数日前に分かったりですとか、あとは計画停電に
備えることができるかもしれないということをこの記事では書いております。さて、その宇宙天気予報では太陽光の波形データから X 線フラックスというものの予測を行っておりました。この太陽光の波形データを地震波のデータに置き換えてやってみたら、なんか地震の兆候をディープラーニングが抽出してくれるんではないかなと、そういうふうに予想しました。そしてそもそもなぜ地震に注目したかといいますと、今は南海トラフとか首都直下地震とかそういったものが懸念されていまして、まあ、それの予知ができれば心構えもできますし、いろいろと準備ができると思うので、まあ、それが減災につながるのではないかなと考えたためです。では時系列予測に何を使うかということでいろいろ調べてたんですが、宇宙天気予報では LSTM、 先ほど言いましたが、それを使っておりました。で、他に、時系列データの予測にはいろんなニューラルネットワークがあるっぽいということが分かったんですが、今回は全農アーキテクチャ勉強会というところで話題になっているディーププレートネットというものを使用することにしました。そしてこのディーププレートネットなんですが、一周先の未来を予測するというものです。今回のテーマがこれまでとこれからというキーワードを掲げていまして、まあ、それに合致するんじゃないかなとちょっと無理やりこじつけてみました。で、このディーププレートネットなんですが、これは GitHub のプロジェクトでして、このプロジェクト内では、まあ、車載カメラの映像から次に来るフレームの画像を予測して生成しているというものです。まあ、画像を見て分かるように車が曲がってくるというのを予測していますね。あと、まあ、だんだんぼやけていくということで、まあ、人間の予想に近いことをやってるんじゃないかなということで、まあ、これがすごいぞというふうに言われております。早速ディーププレートネットを使って実験を行いました。そのプレートネットのソースを応用して使用するために、まず地震波形データを画像にするという必要がありました。さらにマルチモーダルに対応するために、地震波形データの他にもマグニチュードと、あと震源の深さも一緒に画像にしてみることにしました。データの取得先はこのようになっています。地震波形データと地震データ、どちらもアイリスというところから取得しています。このアイリスは、全世界のデータを無料で提供しておりまして、API で取れるので、まあ、結構簡単にできるんじゃないかなと思います。ただし後からこれが分かったことなんですが、地震波形データに関しても日本のデータが少ないという感じです。さて、その手法です。まず 360×180 の画像を生成しまして、それを世界地図と見立てます。そして観測点の緯度経度の小数点を切り捨てて、画像の XY に1ピクセルとしてプロットします。そして各地点のカラーは次のようにします。レッドが地震波、グリーンがマグニチュード、ブルーが震源の深さです。地震波形データは1秒間に数件あったので、まあ、平均して1秒あたりの値を算出しております。あとカラーはそれぞれのデータの最小値と最大値から等間隔に256分割して、0から255の輝度値として使用しています。最初なんか256だとなんか間引かれてしまうんじゃないかなという懸念があったんですが、Google の TensorFlow で32ビットじゃなくって8ビットでもなんか十分な精度を出せるよということを発表していまして、まあ、それを受けて今回256に畳み込むようにしました。するとこんな感じの画像ができるんですが、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、バンで囲ったところにちょっとポチポチと点が打ってあります。さて、その結果です。とりあえずランダムに10個の観測点のデータを使ってやってみたんですが、真っ白な画像で何も出力されないという結果になってしまいました。ここで失敗原因を考えてみます。観測点の数が少ないから失敗したのかなと思いまして、じゃあ全世界の観測点のデータを使ったらどうだろうということで、データを取得したんですが、データサイズが大きすぎて3日経ってもデータの取得が終わらないということになってしまいました。ということで、じゃあ仕方ないから日本で限定してみるかとやってみたところ、まあ、先ほど言ったようにアイリスの日本のデータが予想以上に少なかったです。ということで結果はやっぱり変わられませんでした。さて、ここでもう一度失敗原因を考えてみます。畳み込みニューラルネットの特性上、周りのピクセルを畳み込むので、1ピクセル単位のデータだと意味をなさないのかもしれないと考えました。
やはり1ピクセル単位ではなくて保管した方がいいんじゃないかなと思いまして、いろいろと調べてみたところ、GMT に行き着きました。こちらの GMT なんですけど、私が生まれる前からありまして、はい、1988年からあるんですね。それで今も現役で活躍使われてるっていうことで、あるんですけど、まあ、こちらは地球科学者が多く利用されているようです。そしてスパースな欠損データを保管するためにさまざまな保管処方が GMT にも実装されています。以上のことから GMT が適しているんじゃないかなと考えました。そして GMT を使う処方です。地震波形データを XYZ ファイルにします。そして前処理としてエリアスの除去をしてからサーフェスで保管を行います。そしてそれをグリッド化する感じです。そしてそのグリッド化したものをカラーの図を作成して、そしてピング画像にしてみました。地震波形データの加工とカラーについては先ほどと同じ感じです。早速使った結果なんですけれども、先ほども言いましたが、日本の観測地点のデータが少なかったので非常になんかスパースな感じになってしまいました。そして特定の地域が異常値になってまして、全体の階調がおかしくなってしまいました。ということから、データを見直す必要があるんじゃないかと思いまして、調べてたんですが、調べたところ、地震波形データを公開しているところがありまして、防災科学技術研究所のところで、ハイネットというところです。こちらなんですが、データのダウンロードにはユーザー登録が必要でして、先ほどアイリスは API で取得したんですが、こちらはフォームで入力してダウンロードする形になっております。そして長期間のデータが取得できないので、学習用に東日本の大震災のデータ、そして検証用に熊本地震のデータをそれぞれ50分間ずつ取得しました。これでデータの準備が整いました。東日本大震災のデータで学習を行いまして、熊本地震を予測できるのかということを試してみました。ここでちょっと実装中にはまったところをいくつかご紹介したいと思います。地震波形データなんですが、東西南北上下の3成分があるということが分かりました。そしてこの3つのデータを1つにする必要がありましたので、3成分からベクトルの長さを算出して、それを、波形データとして使用しています。次に、GMT で震源地点に円を表示したいということで、いろいろ、検証したんですけども、 GMT ってオプションが結構多くて、GMT 初心者の私には結構難しかったです。重ね書きのルール、K オプションとか O オプションとかあるんですけど、それに気づかず数時間はまったと、でも結構苦労しました。あと、地震波の階調値がおかしいという問題もありました。地震波のデータを画像にしてみたところ、全部真っ黒になってしまいまして、調べてみたところ、特定の値に集中しているということが分かりました。そして、それを見てたんですが、等間隔で256分割していたため、値に偏りがあって、それで全体の階調がおかしくなっていたということが分かりました。そして256分位にするようにしたところ、均等に数が分布されて、いい感じの画像が出力されました。次に工夫したところです。地震のデータは、マグニチュードとかなんですけど、それは1秒単位でしかないために、ニューラルネットで特徴として捉えるために5分間残すようにしました。そして5分後には収束するようにサイズを小さくしたり、カラーを薄くしたりとか、そういうふうに、工夫を行ってみました。ありがとうございます。最初結果の前なんですが、こんな結果を期待していました。地震波の動きから地震の発生を予測できたらいいなと思ってやってみたところ、こんな感じになりました。これから何が分かるのかというと、なんだかちょっと分かんないということで、精度はいまいちという結果になっちゃいました。はい、ここで考察です。データの数が圧倒的に足りないということがまず第一に考えました。日本だけではなく世界規模のデータが必要で、なおかつ長期間、この10年単位とかですね、そういったものが必要なんじゃないかなと思いました。あとは今回 GPU を使って計算したんですけれども、50分間のデータで8時間かかるということで、豊富な計算シーンが必要だなということを痛感しました。は
はい、では最後にまとめです。今回精度が低くなってしまったんですが、精度が高くなれば自信要素ができるんじゃないかなと思います。正確性が多少低くても、一つの防災の自信になるんじゃないかなと思っております。あとディープラーニングは応用範囲が広いんですが、まだまだノウハウがなく、どうして失敗したのかとか、なんでこんな計算結果になっちゃうのかなとか、そういったものが分からず苦労しました。あとは一社だけですと、先ほど言ったように計算資金が足りなかったり、あとはマンパワーが足りなかったり、そういうことがありましたので、一緒に研究してくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひお願いしたいというところです。ご興味のある方は一緒に研究してみませんかということで、発表を終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。